春の北海道、新緑の森にエゾフクロウがいます。2羽のヒナが巣立ち、子育て真っ最中です。ヒナたちはふわふわな産毛で不思議な生き物ですね。雨の日でもクリクリの目をしながら枝に止まっています。眠そうにしている日もあります。すくすくと成長し、次第に遠くまで飛べるようになります。行動範囲を広げたヒナたちは一体どこへ向かうのでしょうか。お父さんとお母さんが協力して子育てを行います。獲物を見つけて飛び降りる姿も。狩りは成功でしょうか。近くの池ではおしどりの親子が仲良く休んでいました。たくさんの命が生まれる春の森。今回は巣立ちしたエゾフクロウのヒナの物語です。ある日の夕暮れ、エゾフクロウのヒナが2羽巣立ちました。元気な鳴き声のヒナです。夜の森、耳を澄ませると親の声が聞こえます。翌朝、巣立った木の近くではエゾフクロウの親子が確認できました。さらにこの下に、わかりますか？ここです。ぼんやり見える白い塊はヒナです。親は2羽のヒナが見渡せる位置にいます。穏やかな表情をしていますね。一番子は親の近くにいます。安心して寝ていますね。2番子は低い位置にいます。少し警戒していますね。穏やかな時間を過ごしていると、突然カラスが近くに飛んできました。エゾフクロウの親はヒナの近くに寄せないように追いかけ、警戒を強めます。カラスが去って親がヒナの近くに帰ってきました。まだ周りを警戒しているのですが、一番子が寄ってきます。餌を持ってきたと勘違いしているのでしょうか。親の周りをうろうろ動き回ってますね。動くものや音に興味津々です。これから毎日いろんなことを経験して、無事に独り立ちできる日が来るといいですね。あ、飛んでいきましたね。ヒナは寂しそうに行き先を見つめます。エゾフクロウは冬に夫婦となり、春にヒナを返します。こちらはメスのエゾフクロウ。子育てでお疲れのようですね。巣立ちから3日後の朝、ヒナたちは成長しています。少しの距離なら、一番子はこんな風に飛べるようになりました。2番子も負けていません。おっと、危ない。一番子はヒヨドリに見つかってしまい、じっと動かないようにしていますね。こちらが一番子です。雪だるまみたいなので、あだ名はゆきちゃん。顔の輪郭がしっかりしています。
こちらが2番子です。小柄で丸いので、あだ名はまるちゃん。おでこのあたりが広いです。ひなは微妙に顔が違うので、簡単に見分けることができます。巣立ちから7日目、食事姿のエゾリスと出会いました。雨が降ってきました。土砂降りでもエゾフクロウには関係ありません。ふわふわの産毛がサボテンのようにトゲトゲになっていますね。こちらは一番子のユキちゃんです。わかるようになりましたか？雨の中、親は大きなネズミを捕まえたみたいです。ヒナのもとへ餌を運びます。と思ったら木の上にいました。雨が上がるのを待っているのでしょうか。餌が大きすぎるのでしょうか。少し悩んでいるような姿でした。最後はしっかりとヒナの元に届けていました。そしてだんだんと自然界の怖さを理解してきたのか、2羽は警戒心が強くなり、くっついて過ごすことが増えます。雨が上がると2羽は並んでいました。仲良く並んで可愛いですね。2羽がどうやって並ぶのか、動きを見てみましょう。これはユキちゃんです。下からマルちゃんが来るので見ていてくださいね。お互い泣き合っていますね。ユキちゃんが飛びました。もう少しです。並びましたね。正面から見るとこんな感じです。二人で周りを警戒します。安全を確認したら一休みです。撮影をしていると気づいたことがあります。フクロウの足元を見てください。枝に止まっているときは2本の足で枝を掴んでいると思ったのですが、まるちゃんは1本足で止まっています。毛づくろいをしているユキちゃんはどうでしょう。足を引っ込めましたね。休んでいる時は一本足で止まっているのですね。ある日の夕方、この日は突然オスのフクロウが餌を持って現れました。子育て時期もオスとメスともに狩りをするのですが、メスは主にヒナの近くで見守る役割をし、オスは主に狩りを頑張り餌を運ぶ役割をすると言われています。
メスの方がオスより一回り大きいため、並ぶと性別を見分けることができます。最後はエゾフクロウの狩りの瞬間です。子育て中のエゾフクロウは夜だけでなく明るい時間も狩りを行います。この辺りに飛び込みました。戻ります。何か口にくわえています。狩りは成功のようですね。泣き始めたヒナの元へ届けます。狩りの成功をヒナたちは遠くから見ていたみたいです。ユキちゃんに渡したみたいですね。ごちそうをもらったユキちゃんは丸飲みにしていました。近くの池ではおしどりの親子が泳いでいました。ヒナたちは自由気ままにあちらへ行ったりこちらへ行ったりしています。親は大変そうですね。遊び回った後は仲良くお昼寝です。元気に育ってくれるといいですね。エゾフクロウのヒナはというと、もう遠くまで飛ぶことができます。小雨が降る中でユキちゃんが飛んでいきました。巣立ちから18日が経ち成長しましたね。ヒナは飛ぶ練習や狩りの練習を繰り返してから独り立ちします。早く狩りができるようになるといいですね。まるちゃんが泣いているとユキちゃんが帰ってきました。2日後の雨の朝、親の合図でしょうか。突然2羽のヒナたちが動き始めました。親が飛んでいった森の奥へとついていきます。親はヒナたちの成長に合わせて行動範囲を広くし、生きるために必要なことを教えていきます。独り立ちをする前に狩りを教えたり、飛ぶ練習をしにこの場所に戻ってくることもあるみたいですが、森の奥は外敵が多く命を落とすこともあります。翌朝、いつもの森に行くと鳴き声がせず、姿を見つけることができませんでした。やはり森の奥へ向かったようですね。いつかまた成長した姿を見せてくれるといいですね。元気でね、ゆきちゃん、まるちゃん。